それでは、原始古代の流れを見ていきます。約1万年前に温暖化で海面が上昇し、ユーラシア大陸から切り離された現在のような日本列島が誕生しました。これ以前の時代を高新星、氷河時代などと言い、これ以後を寒新星と言います。縄文時代は約1万3000年前に始まり、水稲農耕を伴う弥生時代が始まる約2500年前まで続きました。縄文時代には、 調理のために縄文土器が使われ、旧石器時代の惰性石器に対して魔性石器などが使われました。縄文時代晩期に中国や朝鮮半島から米作りが伝来し、水稲農耕を基礎とする弥生時代へと移行していきました。米は貯蔵可能であることから、次第に貧富の差が生まれるようになり、米を奪い合う争いも始まりました。また、様々な形状の弥生土器のほか、 石器とともに金属器も使われるようになりました。栄生時代の中期以降、大規模な観護集落が出現し、次第にそれらが統一されて国が形成されるようになりました。そして中国の歴史に日本である和が登場するようになります。57年、和の那国王が五冠日舎を送り、工部帝から金印を授かりました。107年には、 和国王の水晶らが奴隷である成功160人を五冠に献上しました。これらが五冠状陶遺伝に記されています。次に239年、魏志和人伝に山大国の卑弥呼が魏に使者を送り、新義和王の称号、金印、銅鏡などを授かったことが記録されています。3世紀の中頃から後半になると、大規模な前方後円墳が西日本を中心に出現するようになり、 古墳時代へと移行ししていきました古墳は4世紀の中頃までに東北地方中部にまで波及し、大和地方を中心とする大和政権の力が広い地域に行き渡っていたと考えられます。大和政権は日本国内だけでなく、朝鮮半島南部のカヤシ国にも強い影響力を及ぼしていたと言われています。5世紀になると和の五王が相次いで中国の南朝に長考したことが宗女和国伝に記されていますが、 特に、最後の和王部は、478年に宋に使者を送って、日本と朝鮮半島を束ねる将軍の称号を授かりました。527年には、慶大天皇が朝鮮半島での影響力保持のために、白毛の出兵を試みましたが、九州の豪族である祝いが反乱を起こしました。慶大天皇がこの大規模な反乱を鎮圧したことで、山和政権は安定し、その統治機構は朝廷と呼ばれるようになり、飛鳥時代へと移行していきました。 5世紀以降、死政制度と呼ばれる豪族たちの血縁をベースとした支配の仕組みがありましたが、その中で力を持っていたのが、蘇我氏と物部氏でした。両氏は、皇位継承問題や仏教の需要の是非をめぐって対立し、587年に蘇我の子が物戸の森屋を滅ぼしました。東アジアの大きな動きとしては、589年に中国で隋が南北朝を統一しました。 蘇我氏が力を持つ中で、朝廷では初の女性天皇である水古天皇が、おいの馬屋東和や、叔父の蘇我の馬子の協力を得て政治に当たりました。水古天皇らは、豪族の官僚化を進めて、天皇中心の政治体制を築くための施策を2つ実施しました。一つは603年の会員12回の制定で、これにより、姿政制度を改め、個人単位で会員を授けるようにしました。もう一つは604年の憲法17条の制定です。憲法17条は天皇の権威を絶対的なものとし、 官僚の心構えなどを解きました外交では中国の隋に遣隋使を派遣し、朝考ではなく対等な関係を築こうとしました。なお、618年に唐が中国を統一したため、630年からは遣唐使の派遣が始まり、日本の政治や文化に大きな影響を与えるようになりました。水戸天皇や馬屋等が亡くなった後、蘇我馬子の子である恵美氏と孫のイルカが実権を握り、豪族の官僚家に逆行する動きを見せました。645年、 中野江の巫子や中富の鎌谷らが一種の変と呼ばれるクーデターを起こして蘇我氏を滅亡させ、天皇中止の政治体制構築を進めるため、646年に改心の御女とのりを出しました。これにより、高知公民制や戸籍に基づく反連収助などの政策が打ち出されました。東アジアでは朝鮮半島の白木が塔と組んでくだらを滅ぼしました。中野江の巫子はくだらの一信の要請を受けて出兵しましたが、 663年の白村江の戦いで東白城の連合軍に大敗しましまた中野上の巫女は日本も唐白羅の連合軍に直接攻められるのではないかと恐れ防衛のために九州に咲森を置いたり水木や山城を築いたりして国防を強化しました天智天皇として即位した中野上の巫女は大津教にセンし、六百七し670年に皇后年弱といわれる日本で初めての戸籍を作り徴兵や徴税をスムーズに行えるようにしましたが 人民や土地への支配権を制限されることとなった地方豪族の間満は高まりました。天智天皇の死後、この大友の巫子と弟の大和の巫子が対立し、人身の乱で地方豪族の協力を得た大和の巫子が勝利し、飛鳥清美原宮で天武天皇として即位しました。天武天皇は684年にヤクののバネを制定して、天皇中心の新しい身分地図の構築を目指すとともに、不本戦と呼ばれる下平の駐造も行いました。その死後、皇后であった児藤天皇が即位し、689年に、 アスカ清見原漁を施工するとともに、公院人着という戸籍を作って、全国的な反電収集を開始しました。また、694年には、アスカから藤原京への戦闘を行いました。701年には、お坂部新納や藤原の不士虎によって大宝律令が完成し、律令制度がほぼ整いました。708年には、和道開鎮が修造され、後に本庁12選と呼ばれる一連の貨幣の最初のものとなりました。710年には、 党の調和に習った平城京へ遷都され、奈良時代が始まりました。奈良時代の文化を天平文化と言いますが、国家意識が高まり、中国の歴史書に習った国史の編纂が行われました。712年に古事記、720年に日本書記がそれぞれ完成しました。時代が下ると、751年に日本最古の漢詩文集である開風奏が、759年には日本最古の和歌集である万葉集がそれぞれ編集されました。 この頃、反電収集のための区分電が不足し、次第に律令制度に基づく高知公民制が動揺するようになりました。朝廷は工作地を確保するために、723年に三税一心の方を制定して、一定の土地の支用を認めるようになりました。この流れは743年の根伝永年資材法で加速し、高知公民制が崩壊していくこととなりました。朝廷では、皇族や豪族の権力闘争が廃止くなり、729年には藤原氏の雑望で、 長屋王が自殺に追い込まれました。直後、藤原氏士が相次いで自病死したため、政治の実権は立花の諸江に移り、それに不満を持つ藤原広次が大宰府で反乱を起こしましたが、鎮圧されました。その後、立花の諸江の子、奈良丸を排除した藤原の中丸が、叔母で聖武天皇の皇后であった孔明氏の後ろ盾を受けて力を持ちました。藤原の中丸は、 自身が予立した純仁天皇から海老の推し活の名を授かり、権力を振りましたが、孔明氏の死後、急速に影響力を失い、760年に起こした反乱は、後見大将天皇と道教によって鎮圧されました。奈良時代には、聖武天皇が傾倒した鎮護国家思想や、海老の推し活を排除した同教が行った仏教政治により、奈良の寺院が大きな力を持つようになりました。このような仏教勢力を排除するため、寒武天皇は平城京から長岡京へと戦闘しました。 長岡京園の戦闘はうまくいかず、790年に平安京園の戦闘が行われ、平安時代が始まりました。寒武天皇は国史を監視する影吉の設置や、都づくりである造作と、江道征服である軍事の二大事業を行いました。寒武天皇の後、息子の平成大乗天皇と佐賀天皇が対立しました。平成大乗天皇が大後に移った平城京拠点に権力の奪還を図りましたが、810年に佐賀天皇が先手を打って勝利しました。佐賀天皇は、 なおの仏教勢力の影響力排除の一環として、唐で学んだ最長や空海が持ち帰った仏教を重視しました。最長は持ち帰った天台宗に密教の要素を加えて比叡山延暦寺を開き、空海は本格的な密教である真言宗を持ち帰り、高野山金剛武士や当時を開きました。佐賀天皇は両下の館の一つである黒ドの塔を設置し、藤原の富裕吾を任命しました。その他、都の警備を司る警備士も新設しました。 また、律令の補足を行うために公認客式を編纂させました。藤原の冬継が苦労の党として実権を振るって以降、次第に藤原法家が権力を握るようになります。842年には、上和の辺で藤原の義房が友の小は峰と橘の早成を流刑に追い込み、多子排斥を始めました。866年には、大天門の辺で友の義を流罪にしました。さらに、藤原の義房の子である元恒は、 888年の赤王の奮起で、若い宇田天皇を圧迫して、藤原氏の権威を見せつけました。こうして、藤原義房、元常親子により、藤原保家が摂政を関白として実権を握る政治体制の基礎が作られました。藤原元常の死後、宇田天皇は藤原氏を遠ざけ、学者であった菅原道真を黒人の取りに任命しました。菅原道真は衰退していた党への遣唐使派遣中止を提案し、890年にそれを実現しました。 その13年後、907年に東亜滅亡しました。その菅田道真は、宇多天皇の後、醍醐天皇の時代になると、正体の変で対立していた藤原時平によって座財布へ左遷されてしまいました。醍醐天皇は、摂政を関白を置かずに申請を行い、そのあり方は、縁起の地として、後の天皇から理想とされました。醍醐天皇は、縁起客式によって法令を整備するとと,ともに、 縁起の荘園生リレーを出して、半伝修士の立て直しに取り組みましたが、この時代を最後に半伝修士は行われなくなりました。10世紀以降、遣唐使の中止もあって、日本文化の国風化が進み、醍醐天皇の時代には、古今和歌集が編纂されました。その他、紫式部の源氏物語だり、清少長言の枕の子、師、木の貫之の土佐日記など、優れた作品も現れました。政治に関しては、 醍醐天皇の後の朱雀天皇の時代に藤原の忠平が摂政関白として権力を握りました。その後の村上天皇は天略の地位と呼ばれる申請を行いましたが、その死後、藤原のサネロリらによる摂関政治が再び始まりました。彼らは969年のアンナの変で源高明を太宰府に左遷し、多子廃跡を完成させました。藤原氏の映画は、高知公民制、 収司の崩壊後に成立していた不明体制における大名たとや開発領主らによる鬼神地形荘園からの財力に支えられていましたアンナの辺の後は藤原法家内での権力争いが激化しそれを勝ち抜いた藤原道長が3人の天皇の祖父となって権力を握りましたその後の藤原頼道は約50年にわたって摂政関白として権力を振りました末法思想を背景に普及した浄土教の役を受け 1053年には、平等院法央堂を建立しました。朝廷での権力争いとは別に、地方では武士が力を持つようになり、次第に中央へも影響を及ぼすようになりました。社会の不安定化を背景に、地方で武装化した農民と、国士、横領士、追武士といった役職で赴任した、豪族の末裔や下級貴族が結びつき、武士団を形成していきました。939年には、 関東で平将の正の乱が、ほぼ同じ時期に西国では藤原の住友の乱が勃発しました。1028年には源の頼信が平の忠恵の乱を鎮圧して源氏の東国進出のきっかけを作り、1051年の全九年合戦で源頼吉、吉家親子が活躍して源氏の名声を高めました。